はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論から、はい、4時間市ボリンジャーバンド1目均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス回避シグナルが点灯ということで4時間市ベース底堅く推移と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、4時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線上昇しております。ローソク足といいますと、プラス2シグマラインを上抜けトライ中ということです、はい。4時間足ボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中です。4時間足ストキャスティックス、強い買いシグナルが点灯しておりますす、はい、時間足のの一 <laughs> 目金庫表ででいいな上昇トレンドの形状ととうことです。 はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは93円ちょうどレベル。93円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは94円の50レベル。94円の50レベルと考えております。 はい右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説を視聴者キャンペーンにエントリーしていただきますと通常の口座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はい、そういうことで、オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。93円、ちょうどレベルから94円の5丸レベル。93円のちょうどレベルから94円の5丸レベルということです。はい、ポイント、上昇トレンド進行中、年初来、高値更新中ということで、はい、チャート形状的に言いますと、4時間足ボリンジャーバンド、一目金ーー、好表上昇トレンド進行中、4時間足ストキャスティックス、買いシグナレが点灯ということで、はい、オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的に は底堅く推移と考えておりますオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えておりますはいちなみにオーストラリアドル円の次のターゲットなんですけど22年10月の95円の555ということです22年10月の95円の555ということです最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります